今回はデラックス妖怪ウォッチ U の進化キットバージョン E の付属メダルエンマ大王のメダルスキャンしてみます。QR コード読み取れ。まずエンマ大王の覚醒前のメダルね、スキャンすると勇ましき王の腕輪ゲット。でこっちの歌メダルレッドホットオニバッカーズスキャンすると列鬼レコード、そして一つ星コイン。ははー、あ間違えた。これちなみに、エンマ大王に装備してみるとエンマ大王専用のアイテムなんですね。ランク5で HP が350、守り380、しかも役割がタンクに。基本的にアタッカーなんですけどエンマ大王、それがタンクになるんや、すげえ。トータルの HP が780、すごいな。ちなみにあれ、談話室の KJ に話しかけてレッドホットオニバッカーズの歌メダル歌レコードは効果見てみると全ステータスアップって書いてますね。すごっ、モンゲイ。名字がエンマっていうね。